皆様こんばんは、中岳優です。亡くなる直前、知り合いが迎えに来た。死神が現れ連れて行った。そんな話をよく聞きます。今回の私は見た死後の世界は、そんな亡くなる直前に現れたものをテーマにお送りします。横山さんが中学生の時のこと。母の病状はどうなんでしょうか。誠にお気の毒ですが、もう手の施しようがない状態です。明日まで持つかどうか。現在の医療ではもうこれ以上どうすることもできません。あとはお母さんのそばにいて手を握って励ましてあげてください。そうですか。先生、いろいろ手を尽くしていただきありがとうございました。横山さんは小学生の時に父を亡くし、今また母を亡くそうとしていた。母さん、大丈夫か。僕がそばにいるからね。ずっと手を握ってるからね。母親は意識不明だったが、上言のように何かをつぶやいていた。綺麗な川が流れてる。キラキラ輝いてすごく綺麗だわ。あれ、車が来た。あなたが乗ってたの。おじいちゃんもおばあちゃんもゆうこちゃんも来てくれたのね。ありがとう。母さんうなされて、亡くなった父さんの夢を見てるのか。ゆうこちゃんって子は知らないけど、じいちゃんもばあちゃんも亡くなってるし、ひょっとしたら亡くなった人たちが迎えに来てるのかもな。そうなんだ。みんな久しぶりよね。ひろちゃん、あなたも来てくれたの。ひろちゃん。ひろちゃんとは半年前に交通事故で亡くなった親戚の子だった。これ本当に亡くなった人たちが迎えに来てるのかもしれない。横山さんの考えは徐々に確信に変わっていった。ねえ。僕かい。母さん、僕ならここにいるよ。ねえ、お母さんの手しっかり握ってないともう行っちゃうわよ。横山さんは必死で母の手を握りしめた。母さん、行っちゃダメだ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 。しかし母親はとても幸せそうな顔をしており、そのまま行かせてあげた方がいいのか、引き止めた方がいいのか、横山さんはとても迷ったという。その時、握っていた母の手から急に力が抜けるのを感じた。母親はあの世へと旅立ってしまった。その顔はとても幸せそうだったという。日本のテレビ放送開始初日から出演したという芸能界のレジェンド、黒柳徹子さん。黒柳さんは1961年から64年まで NHK の若い季節という青春ドラマに出演していた。その時盲腸になってしまい入院したことがあったという。こんな時に妹になってしまうなんてね。なんだここ、どこかしら。黒柳さんの前に奇妙な老人が歩いていた。その老人はソフト帽をかぶり、そこから見える白髪頭、グレーの夏物のスーツを着て、手にはステッキを持っていた。
かしあの人、チャップリンみたいな格好してるわね。なんか気持ち悪い。その老人は時々振り返り、黒柳さんを見てニヤニヤ笑っていたという。うわあ、気持ち悪い。あ、夢か。変な夢を見たな。きっと入院してるから、いつもとは違う変わった夢を見たのね。どこかしらこの道、ずっと石垣が続いてるのね。ん？あんなところに窓がある。あ！黒柳さんがその窓を覗くと、あの老人がおり、こちらを見て笑っていた。あ！またあのおじいさんの夢を見た。あのおじいさん、誰なのかしら。それからも入院中、黒柳さんはその老人の夢を何度も見たという。その後、無事退院したが、その老人が誰だったのか、結局わからなかったそうだ。どうしたんですか？浮かない顔してますね。ああ、徹子ちゃん。実は妹が亡くなってね。え？ああ、そうなんですか。病気でずっと入院してたから、まあある程度は覚悟してたんだけど、でもちょっと引っかかることがあってね。今そのことを考えてたの。え、何ですか？私がお見舞いに行った時のことなんだけど、妹は寝てたので、起こしたらかわいそうだと思って、しばらくベッドの横で見ていたの。え？気づいたら変なおじいさんがいて、妹に覆いかぶさってたのよ。ちょっとあなた、何やってるんですか？やめてください！すると、そのおじいさん、スーッと消えていったの。え？おじいさん、何だったのかしら。はあ、おじいさんがいなくなるとともに、妹の呼吸も止まってた。妹が亡くなったっていう異常事態だから、幻覚が見えたのかもしれないけど、ひょっとしたら、あれが死神だったんじゃないかと思って。ちなみに、そのおじいさん、どんな感じの人でした？そうね、ソフト帽をかぶってたわ。そこから白髪がはみ出ていて、夏服のグレーのスーツを着ていた。あと手にはステッキを持っていてね、例えるならチャップリンみたいな格好だったわ。はあ、それ私が盲腸で入院した時に見たおじいさんだわ。黒柳さんが入院中、何度も夢で見たあの老人、それは入院していた黒柳さんをあの世に連れて行こうとしていた死神だったのかもしれない。そう思った黒柳さんは背筋がゾッとしたという。今回は私は見た死後の世界をお送りしました。横山さんの母を迎えに来た亡くなった親族、黒柳さんが見たおじいさんの死神、死へのお迎えはいろいろなパターンがあるようです。あなたが亡くなるとき、迎えに来るのは誰だと思いますか？それではまた次回お会いしましょう。さようなら。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さらにメンバーシップに入ると特典満載でかなりお得です。